お題を始めました。もちちゃんです。さあ、今回は、はい。ね、どうして、すごくすごく好きな単語、ただ伝えたいだけなのに、ルルルルル、出てきてはくれないね。あ、もう、皆さんこんにちは。ワンダボードゲーム代表の平です。森田先生、一つだけお願いがあります。はい。俺の今日の前振り、絶対に早送りしないでください。早送りする?はい。そういう曲にした。そんなことありますよね。すごく好きな単語、ただ出したいだけなのに出てきてくれない。今日はですね、英単語森田でございます。今日のお話は、ズバリ、英単語帳、3倍海洋圏っていうことですね。絶対意味わかんない。いや、わかるでしょ。え、海洋圏わからなかったらもうわからない方が悪いですよ。要するに皆さんは、英単語帳っていうものを、普通にこう、意味を一生懸命覚えるために使ってると思うんですけども、そうじゃなくて、うちのね、早稲田合格塾では結構工夫してまして、英単語帳一冊で、英語の語彙力はもちろんのこと、耳も鍛えるし、英作文力も鍛えていく。皆さんもうちょっとね、こう、英単語ってすごく重宝できるものなんだよっていうところをこう伝えて行きたくて、今日のお話はこれから勉強頑張りたいっていう高校1年生や高校2年生、また高校3年生の受験学年の子らでもね、ちょっと英作文もうちょっと伸ばしたいし、ちょっともう少し耳気楽に育てたいんだよねみたいな人にはとてもいいものになると思うので、していけたらと思っております。まあ今巷で流行っている英単語帳、例えばどんなものがありますでしょう。シスタン、うん、ターゲット、他にはリープ、はい、そんなところでございますね。それらの英単語帳、全部皆さん基本的にはもう英単語を見ながらこう意味を一生懸命覚える、まあ、この勉強法がまあ普通だと思うんですけれども、これももちろんあるんですが、ここで英単語帳の使い方基本3種、意味取り、耳取り、書き取り、この3つをね、ちょっとこう皆さんに今日ご紹介したいと思います。まずね、この意味取りなんですけれども、これはまさにまあ皆さんが今使っているがごとくで、英単語を見て一生懸命意味を覚えるんだっていう、まさにこれです。まあこれはね、やってない人はいないと思います。やってなかったらちょっとこう英単語帳で逆に何やってるんだっていうような感じになってくると思うんですよね。ただね、この意味取りに関しては少しだけちょっと注意点を伝えたくって、まずね、意味、一つの単語にもう意味がなんか4つも5つもあったりするものとかがあると思うんですけども、基本的に意味は2つまで頑張ろうっていうところでいいと思います。あんまり追っかけすぎるとね、ちょっとこうドツボにはまっちゃうんで、まあ、2つまででいいよっていうところで、そっからね、英単語帳の勉強頑張っていって、派生語とかが載ってたりするじゃないですか、単語によってはね。この派生語なんですけれども、まあ英単語帳が割とこう3週目とかね、あるいはまあ2、3ヶ月ぐらいやってみての、それなりにこの単語帳にもちょっとずつこう油が乗ってき始めたなみたいな時期に1個ぐらい頑張ってみてほしいな、派生語に関しては。というのも、まあ派生語ね、まあ1つの単語につきまあ3つとか4つとか載ってることもあったりすると思うんですけども、派生語は俺は1個だけでいいと思ってるの。なんでかっていうと、派生語1個増やすだけでもう2倍ですからね。だからまあ派生語は1個まで頑張ろうと。でじゃあ何が派生語でおすすめかっていうと、派生語ってさ、まあ例えばこう同意語だったり反意語だったりいろいろあるじゃないですか。あ、それも派生語というか。あ、うん、そうそう。反意語はね、まず無視で、なるべくできれば語形変化のもの、まあ名詞形だったり形容詞形だったり、語形変化のものをちょっとこう見ておくことを、特に早慶志望者にはおすすめしたいというね。あとマーチとかね、まあ、というのも、そう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 、要するにさ、まあもう森田先生わかると思うけど、結構さ、受験生本当に最後の最後に来たようなやつらでもさ、語形変化のさ問題ポロッポロッポロッポロ落とすでしょ。やっぱ見てないんですよね。うん、まあそりゃそうだろうなって思ってて、だから語形変化何でもかんでも覚えるっていうのは確かに難しいと思うんだけど、やっぱり単語帳の勉強通してある程度目通しておくだけでも全然違うと思うので、見たことあるっていう状況にしておくというか。だからなるべくちょっとこう語形変化を優先的に見ながら、まあそういうものが特に載ってない時はまあなんか同意語をじゃあ1個だけ覚えてみようかなとか、基本的に範囲語は無視した方がいいです。ちょっと頭が混乱するのでっていうところが僕の言うこの意味取りでございました。うん、なるほど。まあいわゆる名詞形とかですね、そういうことですね。そういうことでございます。形容詞形とかね、はい。続きまして、耳取り。この耳取りは何かっていうと、皆さん英単語帳使ってらっしゃると思うんですけれども、必ず音声が今時の英単語にはついてると思うんですよね。もう基本的にはダウンロード式のものが多いと思うので、まあちょっと一部ね、別で CD 買わないといけなかったりみたいなこととかもあると思うんですけれども、基本的にはこう無料でついてる英単語帳も多いのかなというところで、皆さんリスニング苦手な方多いと思うんですよね。特に高1高2生の方、リスニングがね、こうなかなかできるようにならない、なかなかこう聞いてもよくわからないみたいな人たち、森田先生がよく言うように、まず知らん単語は聞けないっていうのがまずあるんですよ。だから単語知りに行こうよってところで今単語をね頑張ってるわけなんだけれども、それと同じくらい耳使ってないってこともあると思うんですよね。で、リスニングをする上で一番小さい最小単位って何かというと、もう1語なわけですよ。ですから英単語帳1語の音声をもうとにかく聞いていくっていうね、
そうすることによってもう耳も一番こう最小単位で鍛え上げていくことができるし、同時に英単語の語彙力も高めていけるっていうところで、で発音だったりアクセントだったりの感覚も身についてくるっていうところもあるので、この耳取りの勉強もう本当にね、例えばターゲット1900とかだったらもう1日1セクション100語とかでもいいと思うので、でこの耳取りのいいところは手ぶらでやれるんですよね。だから電車の中とかで単語帳持たなくてもよくって、まあ、なんかそれこそね、ターゲット1900だと英単語だけ出るバージョンと、で英単語と日本語どっちも出るバージョンとかあるんですけれども、例えば英単語だけ出るバージョンとかをやってるんだったら、なんか思い出せなかった単語だけ学校に着いてからちょっと確認するかみたいなことかもできるわけですよ、うん、あるいは英単語の後もう1秒2秒後にこう日本語が出てくるようなやつだったら、英単語が出た瞬間で意味がパンって出るような、うん、その瞬間でその直後にこう確認もできるしみたいな、そういった勉強法もありだったりしますんで、この耳取りぜひ、やってみてください。自分は英検1級の時それでしたね。音で、あ、本当ですか。音でやってましたね。で続きまして書き取り、これがね3種目になるわけなんですけれども、やはり今英単語のねこの勉強する中で、なかなかこうね英単語帳で英作文やスピーキングの勉強もできるってね、なかなかちょっとこう想像ができないかもしれないんですけれども、できるんですよ。普通の英単語帳は英単語を見て意味を覚えようとすると思うんですけれども、逆バージョンです、うん、日本語を見て英単語を出せるかなっていう練習をしてみてほしいんですよね。そうすることによって結局ね、英作文ってみんな何に最後困るかっていうと、あれなんて言うんだっけ、あれなんて言うんだっけみたいなところが出てこなくて困るわけですよ。その練習になるんですよ。かつスピーキングにおいても、これ英検とかね、格式ばった試験じゃなくてさ、なんかそれこそこう日本に来た外国人と喋れるとかね、あるいは海外旅行行った時に英単語がそれなりにこう出てくると、それだけで意思疎通ができたりすることとかもまあまああったりするわけなんで、やっぱりみんな単語が出ないっていうところが困るわけなんですよね。で単語が出るとあとはもう多少のね英文法の理解がすると一文作れますから、だからこの英単語帳の書き取りというね、日本語を見て英単語を出す練習をすることによって英作文やスピーキングに生きてくるんだっていう、この勉強法があるということで、このね書き取りというね3番手の勉強法、この意味取り耳取り書き取り3つやることによって語彙力を上げながら非常にこう多様な力をね伸ばしていくことができるので、とても効率がいいということなんですね、うん、そして今ですね、この英単語帳3倍海洋圏の話をしたんですけども、この海洋圏にはさらに先があります、うん、名付けてスーパー英単語帳耳取りゴッド、そしてスーパー英単語帳書き取りゴッド、この2種の応用編があります。これはね結構まあここまでやらなくてもいいんですけど、やってみるとすごくこうやっぱ勉強が潤滑にいくと僕は考えてます。どういうことかっていうと、このスーパー英単語帳耳取りゴッドに関しましては、今まで英単語1語レベルでの耳取りだったじゃないですか。これが英単語帳によっては例文の音声もついてるものも結構あるんですね、はい、なので例文の音声を耳取りして、でこうなんかちゃんと解釈ができるかなっていう練習ですね。これもやっぱり手ぶらでできるんで、結構英単語帳の例文レベルのものの耳取りがしっかりできるようであれば、これね結構共通テストのリスニングなんかも基本的にまあもう3分の1からまあ容量が良ければもう前半分ぐらいまでは割と苦労せずに問題解けたりもするので対応できたりしますから、ぜひこのスーパー英単語帳耳取りゴッドはやってみてほしいなと思います。次にスーパー英単語帳書き取りゴッドなんですけれども、このスーパー英単語帳書き取りゴッドは今まで英単語1語を何かなんだっけなって、この意味の英単語はなんだっけなって思い出す、これが書き取りだったんですけれども、このスーパー英単語帳書き取りゴッドは例文のこの英語の部分を隠して、で日本語文見て英文が思いつくかどうかっていうところをこうちょっとクイズ形式がてらやってみて、本当にクイズ感覚でやれるので、和文英訳の練習が、なので本当にこの英単語帳の例文レベルのものが和文英訳をそれなりに思いつけるようであれば、これ結構総計とかマーチレベルの英作文まあまあ対応できますよ。なのでぜひねちょっとこのねスーパー英単語帳書き取りゴッドもねやってみていただきたいなと。でこれタイミングとしてはある程度文法の理解と暗記がまあ仕上がってきたぐらいのタイミングでやるのがいいかなと思います。というのも文型とかがちゃんとね分かってたりとか、文法もある程度分かってないとまあ英作文作りようがないので、それなりにこうなんかこう形を作る能力を設けてからね語彙力を生かして英作文にしてみるっていう練習をしてみるといいかなと思います。なるほど。いやつまり和文英訳やるってことですね。はい、そうです。和文英訳ない人たちは和文英訳ない人たちもやっていいと思います。なんでかっていうと
英単語特有な話かもわからないんですけれども、結構この多角的に勉強することによってやっぱ定着度合いも変わってくるんで、だから私はこだわりがあって意味取りしかしませんみたいな人よりは耳で聞くし、逆の思い出し方もやるしみたいな人の方が頭が非常に柔らかくなりますので、情報の出入りがやっぱりこう多い方が、しかもかつ多角的な方が、まあ頭も柔らかく育つんで、なので、やってみた方がいいと思います。書く側はそうですね、時間があるっていうのと、あとまあなるべく前の方かな、後ろの方より、後ろの方がめちゃめちゃ難しい単語だとね、なかなかやる。書き取りなんかは特に前の方ができるだけでも全然違いますからね。どういうことよかったんじゃないですか、久しぶりに役立ったって声が出てくるんじゃないかな。森田先生、それが人の話を聞くタイプですか。もう疲れ切ってます。あ、そうです。本日も遅刻の平先生。でもじゃあ単語帳としてはどの単語帳。あ、でもやっぱね、一番いいのは僕は学校でもらってる英単語帳をやるのが一番いいかなとは思ってます。まあよっぽど変わった英単語帳でない限りね、まあ特に高3生はね。なんでかっていうと、学校でさ、小テストとかあるでしょ、うん、結構小テストでやっぱなんかこう取れないとテンション下がるし、小テストで点数取れるとまあまあテンションも上がってくると思うので、なるべく学校で使ってるものをまあ使ってもいいのかなと思いますね。夢単でもいい。ちょっと変えた方がいいかもしれないな。ダメじゃん、変えちゃう。はい、ということでございました。ぜひ役立ててもらえればと思います。最後、ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my team.